アニメアイコンさんありがとうございますよね。ボンズがドタマに負けた時にブチ切れてましたが、試合後裏で2人ともどんな様子でしたか。まあボンズはね、ボンちゃんは俺は楽屋が違ったから直接見てはなかったんですけども、やっぱそうこうイライラはしてたみたいで、でドタマはドタマで、ドタマは逆に俺は楽屋一緒だったんで、まあ、ボンズさんめっちゃ怒ってるけど、ボンズさんも結構言ったんだからお互い様じゃんみたいな、あんな怒らなくてもいいじゃんみたいな言ってたけど、まあね、ボンズのキャラで言う、まあまあドタマもあのキャラだけど、いや確かにお前怒られてもしゃあないぐらい言ってたけどなっていう気はしましたけどね、うん、ただのバトル以上に攻めてたぞっていう気はしたけど、まあそういうところがね、それこそドタマはちょっとサイコパス系がありますからね、明らかにね、うん、まあでもお互い別に悪気はないんだよね、そのバトルの時、バトルのそののあれで言ってるだけだからね、まあしゃあないんですけど、まあでもそんぐらい気持ちのこもったバトルだったんでしょう。俺はまあ裏で見てたからあれだけど、ちゃんと表から見てね、その配信とかあと YouTube とかで上がったやつを見るとよりわかるんじゃないでしょうか、二人の表情とかね。ジンゴさんありがとうございます。ドタマさん対ボンズさん面白かったです。しかしその前の口喧嘩祭で呼ばれていたのが意外中の意外でした。撲滅を唱えてたドタマさんがボンズさんの引き金になんでブッキングされたんでしょうか。いやボンズはね、もう結構ずっと前からそのドタマと戦いたいって、ドタマと戦いたいって熱望してたから、そのまあ呼んだら戦えるチャンスがあるじゃんね。呼んだからといってあれ柵に仕掛けとかしたりしないけど、口喧嘩祭りの面白いところって、そのトーナメント表とかを作らずに毎試合毎試合くじ引きで決めるんです。だから1回戦1試合目の勝者と1回戦2試合目の勝者が2回戦で当たるとかもない。また1回戦勝った16人だったら16人の中、勝った8の中でくじ引きして、常に誰と当たるか分かんないし、いつ呼ばれるか分かんないっていう、その緊張感があるんですよ、口喧嘩祭ってね、のが面白いんですけど、うん、だからまあ当たりたくて呼んでるんだと思いますけどね。